本日は京都ヒューリックホールで開かれていた京都手書き道具市に行ってきました。筆記具を販売する身としてはこれは行かなきゃと思っていたんですが、名刺を持っていかなかったことを本当に後悔しました。いろんなお店さんが軒を連ねていて、本当に会場狭いんですけど、ぐるりと一周するだけでもとても楽しいです。ワークさんはこの水彩のようなマステが人気ですよね。こちらは富山立山の方のつづるさんです。この山本修行さんもそうなんですけど、本当に触るだけでも楽しくって、描くとより楽しいというような感じでした。これはチーズの包み紙のやつとか、チョコレートの形をした瓶図で紙で作られてて、来年も絶対行きたいと思います。